さんこんばんは。絶賛引きこもり生活中の元男の子の青木香音です。お元気ですか？体調崩したりとかしてないですか？大丈夫だったらいいです。はい、今回はですね、現在世界を震わせている憎きコロナウイルス、それにちょっと関連するお話をしていきたいなと思います。なるべくね、外にあまり出ないようにしましょうって今国が言ってるわけですよ。ハッシュタグステイホーム。で、私もなるべく人に接近しないようにしたいなと思って、自分がもしかしたらコロナにかかってて無症状のまま人にうつしちゃうかもしれないし、逆にうつされちゃうかもしれないから、だから極力出ないようにしてて、それが今8日間続いてます。絶賛引きこもり中なんで、どんなことをしているのかっていうのと、コロナウイルスでいろんな人にさ、気をつけた方がいいよみたいな言うわけですよ、私がね、 LINE とかで。したらちょっとトラブって、その人と今あんまり関係が良くなくって、ただね、それもしかしたら今見てくださってる視聴者さんの中にも同じようなことがあった人とかいると思うんで、それをちょっと共有していきたいなと思います。普段の動画のテイストちょっと違うかもしれないんですけども、よかったら見てってください。まずですね、じゃあご飯とかどうしてるんだってことなんですけども、ご飯は基本的にもうそうめんですね。そうめんとなんかめんつゆと鰹節とか、あのシーチキンとか、基本的に保存が効くものをちまちま食べてるっていう感じですね。これもちょっとやりすぎたのかもしんないけど、部屋の中にいる時でさえ私1時間に1回こういうハンドジェルみたいなのをやってます。でね、最近私のそのルーティンっていうか、まず朝普通に起きるんですよ、いつも通り。あの動画のコメントとかツイッターとかチェックして、視聴者さんグッドボタン押したりとか、まあいろいろして、でその後に暇ができたら、私はですね、最近引きこもり万歳グッズを手に入れました。これです。じゃじゃーん、ニンテンドースイッチ。これケースは動物の森限定バージョンなんですけども、こんな感じで、ニンテンドースイッチ。これピカチュウシリコンケースみたいなのに入れて、本当は普通のブラックなんですけども、これでスマブラとかアツモリとか、あとポケモンとかめちゃめちゃやってます。私3日でもうポケモンチャンピオンになったんですけども、もう引きこもりでチャンピオンになりましたよ。そういう感じで過ごしてて、だからか引きこもりに関しては別に苦ではない、慣れてきた。まあ、ただもうポケモンのそのチャンピオンになっちゃったんで、なんかストーリーが進むとかないじゃないですか、もうクリアしたわけだから。そこで私が今やってるのは、手に入れてないポケモンを集めてコレクションしたりとか、まあそういうことやってますね。あとね、いいなと思ったのが、動物の森もそうなんですけども、あれさ、バーチャル外出みたいなのできるじゃないですか。花見とかね、動物の森の中の世界にさ、桜の木とかもいろいろあるから、だから意外と苦ではない。食べ物に関してもさ、まあ、そうめんっていうのはね、保存が効くからすごいいいんですけども、常に同じ味だったら飽きるから、私は梅干しと万能ネギ、ジャコ、あの乾燥したジャコみたいな、なんか、はい、あとはシーチキン、食べるラー油とか、もう保存が効くやつを一日こうやって回し回しでやって8日目なんですけども、それも全然ね、いいっていうかね、びっくりしたのが、私この引きこもり生活で痩せたんですよ。これね、マジで。どういうことかっていうと、ちょっと汚い話になるんですけども、ちっちゃい方の用を足すっていうのをすごい私増えたんですね。それが、私めちゃめちゃカフェインとか、コーヒーとかすごく嫌いなんですよ。ですが、最近頑張ってミルクティーをですね、飲むようにして、カフェインは、利尿作用っていうのがあるんで、ちょっと専門的なことは私わかんないんですけども、むくみとか、人のさ、体内って水分がめちゃめちゃ多いのね。だから、余分なむくんでるところとかの、なんか水分が落ちて、3キロぐらい痩せましたね。この引きこもり中に。まさかこんなにみたいな。トイレ1日行く回数がさ、私倍ぐらい行ってるんですよね、今。もうそんな感じで、意外と楽しみながらやってます。あと新しい化粧なんかチャレンジしたり、私今アイライン引いてないんですよ。あのシャドウだけでやったりとかしてて、ただ目がちょっと充血してますね。もうポケモンやりまくって、もう最近だとね、鳥ポケモン、カラスのポケモンがいるんですよ。アーマーガーって言うんですけども。それの捕まえまくって、なんか、そう、ポケモンってね、同じポケモンでも、それぞれね、性格とかあるんですよ。いじっぱりとか、陽気とか。で、私は、この性格の子が出るまでは終われないみたいな感じで、私、同じポケモン40匹ぐらい捕まえて、やっと欲しかった、あの、性格のポケモンが手に入りました。しかもね、ミラーアーマー装備ですよ。わかります？もうね、他のこういう、なんか技をね、跳ね返しちゃうんだから、私のアーマーガーは。負けないからね、本当に。めちゃめちゃ強いよ、今。あと、最近私がしてるのは、LINE ビデオ通話とか
してますね。お母さんとかともしてますし、友達ともやってて、それも昨日からかな始めたんですけども、楽しいですね。やっぱり人と話すっていうのは、もともとその YouTuber っていうのもあって、まあ、基本的に一人だから、私のその友達とかもやっぱり平日仕事で、でもなるべく早く帰って、もう明日の朝早く起きなきゃいけないからっていう感じの人が多いじゃん。もで逆に私土日とか忙しくなるんですよ、撮影食べ込むから。全然プライベートも友達とタイミング合わないっていう、まあそういうのもあって、今日一人なので、まあ友達と話すの楽しいけども、もともと一人行動が多いから、引きこもりもそこまで苦ではない。ただ外の世界の状況はめちゃめちゃ気になりますね、やっぱり。特に、まあ、日本もそうですけども、まあ、私のそのおじいちゃんの国とかスペインとか もうやばいじゃないですか今。もうね、そういうのね見るとね、本当に危機感がすっごい出てくるんですよ。だからもう声に徹底したりとか、寝るときもマスクしたりとか、そうやってやってますね。で、次の話題なんですけども、まあさっき言ったトラブったっていうか、ちょっと関係が悪くなっちゃったのは、お父さんです。お父さん。はい。まあお父さんはですね、まあ良くも悪くも体が丈夫なんですよ。ずっと昔から病気全然なんないし。まあ野球ずっとやってきて、で、お父さんって甲子園出てんだよ。だからもう、俺はやってやるんだーみたいな感じの、ずっと引き継いでんのね。もうザ・体育会系。体育会系っていう感じで、価値観が、こうなってんだよ。でね、私びっくりしたのは、まあ、1ヶ月ぐらい前なんですけども、まあ、世間が今ね、うわーってなってるけども、それがちょっとまだなり始める前ですね。嵐の前の静けさみたいな時に、まあ、ちょいちょいね、連絡して、なんかあんまりこう、行かない方がいいからね、みたいになってね。私、ちょっと実家帰った時にお父さんに、じゃあ今からサウナ行ってくんね、みたいな。みたいな。マスクはみたいな。もう、サウナもやべえけど、マスクはみたいな。いや、マスクし、電車乗る時だけ、まあ、周りの人に睨まれるかもしれないから、もう一応そういう時だけやってるよ、みたいな。ですよ。1ヶ月前だとしても、私は、みたいな感じ。日本に感染者バンバン出てる時ですよ。で、ここ最近、まあ私実家帰ってないから、お父さんにですね、まあちょこちょこ LINE とかして、本当に口うるさいやつみたいな感じに私になったんですよ、家族の中で。妹にもお母さんにもパパにも、もう毎回もうこういう情報あるからねっていうのも、もうニュースとか、今世界でこんな風になってる人がいるからって、絶対に3密守らなきゃダメ、ね、私は、もう3密です。違う、今ふざけちゃったからね。そう。念のため、皆さんも知ってると思うんですけども、3密について言いますね。3つの密。換気の悪い密閉空間。そして、多数の人が集まる密集場所。そして最後に、間近で会話や発声をする密接場面。意外とね、人って、口からね、いろんなもの出てるらしいんですよ。特殊なカメラで見ると、うわって飛沫が出てるらしいのね。ってことはよ、喋ってる人はコロナ感染したら、コロナエキス、ぐーってこうやって来てるわけですよ。だから、そういうところには行かないようにしようねって、1.8 メーター、うん、もう2メーターぐらい離れちゃっていいんだと思うんですよ、私はね。もうそういう3密って言われてることを徹底しなきゃいけないなって私はすごい思ってます。皆さんもですね、一緒に私と3密徹底しましょう。まあ引きこもれまではね言えないっていうか、やっぱり現場仕事の人とかもいるわけですよ。そのテレワークできないとかも、テレワークなんて最近言われるようになった言葉じゃないですか。本当に極力そういう3密が起こる場所に行かないこと、電車では乗る時間もちょっと時差を起こして、他の人とあんまり近寄らなくてもいい時間に乗るとか、まあそういうことをやっていかなきゃやばいよねっていうことだと思うんですよね。はい。じゃあまたさっきのトーク戻ります。3密を守らなきゃいけないよって言ってたら、父さんはなんかうるせえなみたいな感じでだんだん返信がなくなってきて、まあわかるよそんなに言ってるから。お母さんからかなんか聞いたんですけど、パパは未だに夜飲み屋とかに行ってるよみたいな。まあそれが20日ぐらい前だったんですけども、はってなって、飲み屋ってさ、濃厚接触する可能性高いじゃないですか。カウンターは普通のバーですよ。別にこういうエッチなお店じゃないですよ。まあ、本当だったらね、こういうね、身内の話をね、共有しない方がいいと思うんですよ。プライバシーのことだ。とかもあるんで、ただ私は発信者としてほとんどの人に危機感持ってると思うんだよ。ただ一部の方は、私だったら俺だったら大丈夫っしょ、大丈夫だねみたいな感じの方もいるかもしれないから、ビビたる力しかないけども、いろんな人に知ってもらえたらいいかなと思って、私ちょっとあえて話しますね。家族にでさえこうやって強く言うのはあんまりしたくないんですよ、私も。だって嫌われるじゃん、完全に口うるさいやつだったら。嫌われてもいいんですよ。もう死んだらそこでおしまいですからね。はい。じゃあ、とりあえず読みます。もう熱くなっちゃうからね。あった。
なんでこの大変な状況でバーなんて行くの？コロナにかかって家族に移ったらどうする？昨日ニュースで若い人が、しかももともと健康な人がコロナにかかって重症化して今人工呼吸器とかで繋がれてるってニュース見てやばいと思ってるよ。だから本当に気をつけて、もし家族の誰かがコロナになって万が一のことに時を想像できないの？本当に不要不急の外出はやめてよ。こっちはずっとコロナにかからないようにいろいろやってるから、本当に一緒に頑張るしかないんだよ。コロナにかかったら本当に本当に大変だからって送ったの。そしたら、まあ、はい、聞けませんでした。まあ、お母さんからも聞いてるんで別にいいんですけども、わかったみたいな、なんかもうそんな感じだそうです。これがね、一生続くとは限らないじゃないですか。だからもう今この瀬戸際の状況で誰か一人を救えるのであれば、もう自分嫌われてもいいからブワーってもう言うしかないんですよ。なんか口うるさいただの人になっちゃってるな、この動画で。どうしようかな。そう、日本の法律的にさ、命令できないじゃないですか。ちょっと本当にどうかわかんないですけど、自粛要請っていうのが、お願いしますね。でも、なるべく守ってくださいねっていう、まあ、お願いの強いバージョンみたいな感じじゃないですか、要請。だからもう個人レベルで、もう、こうやって言うしかないんだよ！だから一緒に皆さんも外に出なきゃいけない、どうしてもダメなんだっていう方はもう気をつけて出ていってください。まあ周りの人にね、コロナ大丈夫っしょみたいな方がいたら、よかったら強めに言ってあげてください。そんな感じですね。今回はちょっといつもと違う動画になってしまったんですけども、最後まで見てくださった方ありがとうございます。また明日からいつも通りの動画になりますんで、また見ちゃってください。本日の動画が少しでもいいなって思った方はグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、ノートもやってますので、そちらも画面の下からフォローお願いします。また次の動画でお会いしましょう。